二人？めっちゃいい天気じゃない？ね、これさ、朝来れば朝来れたね。ね。おはようございます。で、今日その前にもうめっちゃ運動してきて。おはようございます。今日はですね、なんとまた久しぶりにみんなで集まって朝散歩するんですけど、なんかうるさいな。おはようございます。今日はですね、みんなで散歩をする動画なんですけれども、今日はシンガポールの映えスポット3カ所を紹介したいと思います。で、昨日ね、政府から発表があって、シンガポールなんと日本から観光できるようになりました。で、まあみんなね、これからどんどん観光来るかなと思うので、そうやっていい場所を紹介していく動画もまた撮っていきたいと思っております。久しぶりのマリーナベイサンズでございます。お店もなんかちょっと結構入れ替わったりとかしてるので、カジュアルな店も増えたしね。皆さん来るのが楽しみになるように撮影しております。熱っ、やば、犬って大変だ。みんな覗いて、はい、覗いて、みんな覗いて、見えてないよ、自分で映ってよ、はい、自分で映って、はい、はい、自分で映って、はい、はい、もうこれをやりたかった、なるこの就活なんだ。もうなんかガーデンバイザベイの中、これは違うよ。え、違うの？あ、ここで、はい、海の水と、うん、淡水と分けられてて、マリーナベイは貯水池なんですよ、うん、すげえ。だから淡水なんですけど、淡水と海水がいっぺんに入れます。そこがせき止めてるバランス。それがここ？そう、そこはまあそのモニュメントだけど、その先はせきがある、で今がある。今からこれはどこへ向かってるんですか？この上のところ、ここがなんか花火とかナショナルデーの時はなんかヘリコプターとかが見れるらしくって、今私たちここ歩いてきたんですけども、エレベーターもあるらしい。何ここ、すごい空っぽ、入っていいにゃ。ここはマリーナベイサンズと、なんだっけ、ガーデンバイザベイで、こっちの何っけ、なんフライヤー、なんだっけ、観覧車みたいなやつ、なんだったっけあれ、シンガポールフライヤーがこういっぺんに撮れるっていう、なんかここはなんかすごい映えスポットで、皆さんいろいろ写真を写真家の人に撮ってもらいに来たりとかしてるような場所ですね。すっごいシンガポールらしい場所でしょ、ここ。あげている女、めっちゃ映えてるで。就活大成功。見えない。入ってるよ。ね、もういい？はい、チーズ。はい、就活終わり。ありがとうございます。ご飯食べに行こう。タコあげたい。ここがガーデン、なんだっけ。ここなんとかツリー。そこの目の前にあるスーパーツリーフードホールで食事するのかな。だと思います。みんな行っちゃった。中はこんな感じでめっちゃ涼しいです。私の大好きベトナムフード。なんちゃってちゃう、すごい日本食。ここはテキサスチキンファストフード。ここはなんかワンタンとかワンタンスープヌードルとかそんな感じ。ここはウエスタン、
ここウエスタン？ウエスタン。カフェやな。ノリピは？香港ワンタン麺。めっちゃ美味しい。嘘。いただきます。こんなお砂糖も抜いてる。フォーを食べております。またフォー。デザート。めっちゃ味濃いこれ。でも甘いものはすごいさ。じゃあフルーツコーナー入ってる。うわやばい。内臓だ。内臓系。来てまいりました。あちらにはあのヨットがあったり、ここはレストランとかがあったり。今から友達の家に行くので、ちょっとワイン買って帰ろう、行こうと思って。にゃんと友達の家に来たんですけども、景色、窓から見える景色がこれっていうの、すごい、やばい、すごい。こんな景色のところに友達が住んでおります。超セレブ。いや、めっちゃ海綺麗。ノリピー、やばい、ノリピーの家です。長屋へようこそ。叶える叶える。イエーイ。ということで、今日の動画はいろんなフォトスポットを紹介して、また観光で来れるようになったら、私の YouTube めっちゃ見てもらったら、後ろに誰かいる。まあ、私観光で来れるようになったらさ、私の YouTube めっちゃ役に立つと思うから、ぜひいいね、チャンネル登録で、コメントもどんどんくださいなっております。今日は今からバーベキューします。イエイ。これ太ってんの？自宅でカイトを揚げるのを見た。あ、来た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 。